武蔵県の映画に生きる。 gave him poison just for fun i had one friend now there's none i made the devil run i broke so many bones but none of them were ever my own 皆さんこんばんは始まりました武蔵県の映画2級ですねあれまあ、マイク大丈夫入ってるかな今月からアコールであの月に1回独占であのやりたいと思います皆さんそれ楽しみにしてくださいそんなことよろしくお願いしますまず今日永谷製作所さんから行ってみましょうか 昭和三十四年創業ですね。大阪のね老舗です。<laughs> 長谷光吉大を取締役ですか。もう自分と大体同年代なんですよね。あの大阪でお会いしましてね、非常になんか。あの温かみのあるね、なんかもの静かなね。 あの腰の低い社長さんですよね地元では相当昔からなんか、ね、いろんなもうあの仲間が多くてねあの社長役悪垣だったらしいですけど、えーまあ、皆さんそういう人が結構、ね、あの出世しますよねなんだかんだね、えー、まあユニークなねおしゃれな社長ですねもう今出てますよねあの冷房これから暖房ですけどねめっきり寒くなりましたけど暖房冷暖房空調ですか全般冷蔵庫 冷凍庫、まあ、あとはいろんな機械に使われてるこういうあの部品あるじゃないですかこれを主に作ってるんですよだからほとんどの部品も400種以上あるんですよこれ部品そんなに普通あるかっていうねまあ日本でもこれだけ作ってる会社はもう数少ないと思いますよね、まあ、大手のもう誰もが知ってるちょっと名前出しちゃまずいんですけど有名なあのそういうメーカーと取引してますねええー もうエアコンのことはら何でもわかるみたいですねどこが調子悪い時はどうだとか結構ねでも部員だけだとそこまでわかんないと思ったんですけどこの間社長と話したらね「えー、クーラー調子悪い」とか僕にすぐ言ってくれと「すぐわかるから」とかねいろんなことを言ってくれてねまあ温かい社長ですねすごいでしょこんないっぱいあるんですよ。ねえこれあのー。 最初にあの噴霧器あるじゃないですかこれを最初に作ったのもね長谷種製作所なんですよ当時ねあの社長が工場長である宮崎さんという方ですか職人さんですか徹夜をしてねこれ、まあ、まあ4日間まあ3泊4日っていうんですか4日間で、ね、試作品を作ったんですよこれが防,防衛庁のねプレゼンで認められて自衛隊とか基地とか使われるようになった全国ですね まあすすすごいいいででねこれやっぱり、ね、頭いいんですよ、ね、あのペットボトルをあの、うん、大事にした噴霧器ですかこれを使ってねまあところが宮崎さんはもうお酒が何よりも好きでね、まあ、濃厚そで若くしてね、まあ、この世を去ったわけですけどね63歳ですかねまね、あ、もったいないですねこういう本当職人気質のね才能ある方が、ね、やっぱりいつまでもね日本の,あのこういう素晴らしいね あの技術をねあの広げていってもらいたいったんですけどねまあ見てくださいすごいでしょうこれつなぎ手つなぎ手とか言ってつなぎ手ってことですけどつなぎ手ですかうんパイプとおパイプあとはパイプとあのその機械の箇所とかねそういうのをつなげるんですけどねいっぱいあるでしょうまあしっかり分かれてて 機械工業務員ですかね営業組み立て作業員配送作業員商品管理部作業員検査作業部作業員設計担当員ですか、まあ、設計っつったらまあ心臓部ですよこれねその会社の本当と一番大事なところだと思うんですよ何よりも設計しなかったらこれ青写真ですからできないですからね いきなりこん俺らアドリブでしゃべることはできるけど役に入ればこれアドリブで作ってくるっつったらえっ、ー、ってなりますよこれね。これをね一個一個これ考えてね、えー、図面引いて設計図としてね出してそれから作るんですよ。だからおそらくね相当苦労があったと思いますよ多分微妙にこれはちょっと寸法が違うんじゃないかとかね。 そういう思考錯誤しながら今に至ったと思いますよね。いっぱいあるでしょすごいです。これね。これ使われてる部員みんなそうですよ。よこの入れ物とかいろんなのこれ。ね。まあ、土日休みなんですけど、土曜日なんか、たまに各州で出られるんですけど。社長は毎朝6時に会社に、あの、出社してね。まず、あの、会社の前の、まあ、両隣の、あの、掃除から始まるんですよ。 もういつも,もう、ね「おはようございますご苦労様です」ってもう名物ですよね。えー、そうするとね社長が行くと一人いるんですってもういらっしゃるんですよもう掃除してる方が「藤田さん」っつってねもう真面目な人がねもう本人はもういろんな会社の雑用係とか朝一番にあらゆるところの道芸スイッチ入れてもう準備しとくのが自分の役目っていう自分でおのずとねそういうふうに動いてたらしくてね、まあ、非常にねまさにこういうことこういう方っていうのは かゆいところに手が届くじゃないですかそういうまあ存在だと思うんですよね真面目でね。普通6 0に行けばタイムカード押すでしょ押さないんですってあの普通の定になんないと押さないらしいですよねまあこんな今時まあ昔の方だと思うんですけどでも今時こんな方がいるかとそんなないだろう なあ鳥越一番前に来てタイム時間給だったタイム押すよな押さないで定時になって押すそのするしないするって言ってくればもしかしたらいろんな動画もっとスカウトきたかもしれないのしないか卓リさんだっけえっあ,あ岡本さんだよな、ね、岡本機嫌の岡本さんだよな近藤も一本だからなもうまあ、いいとして最近で色あるか薄いのとか試してるああ,あ変わんないあそっか。 まあ話はそれじゃうんですいませんこれあの真鍮ですよ金に見えるでしょすごく輝いてるでしょ真鍮ってこんな綺麗なんですよね錆びないですよね銅とかね作ってるんですけどね真鍮とかでもどんどんねこういうあのもう真鍮とかこういうのに変わってくんじゃないですかね思うんですけどねやっぱりどうしてもなんか熱とかいろんななんかなんか所持上で銅じゃないといけないってところが若干あるらしいんですよいろんなところでね でもそのうちにどんどん進んでいくとそういうのも全部クリアして全く錆びない、こういうのに。でもこの間ねクーラーのメーカーあの修,理修理屋さんと話したんですよ。昔はね20年は大体壊れないらしいですよ。今10年で大体壊れるようにできてるんですって。ということはこういう部品がさ <laughs> びとか強くなったら壊れにくくと思うんですよね。何らかの形でどっか壊れるようになってるらしいんですよね。まあみんな金儲けだからしゃーないんでしょうけどね。 こんだけすごいってありますよね。今年は本当ね、あのー、もう夏がもう非常に暑いじゃないですか。毎年毎年。東北とか北海道にね、やっぱり非常にあのー、評判良かったらしいです。部品がね。まあとにかく、うん、猫の手も借りたいぐらい、もう残業残業で社長も7時と8時までいらしたらしいですね。もう。まあすごいですよね。これね、忙しくてね。 まあやっぱり、えー、社長の人柄じゃないですかねどんなにいいもん今の時代に総互も作ってたってやっぱり人柄によってはねやっぱりあそこで取引きの嫌だなとかあるじゃないですか例えば1円,1円安,か安くてもねいつもうるせえなーとかねなんか本当に細かいとだって引き受けるんだから気持ちよく引き受けへんねん何かしっか何癖つけてどうの結局引き,受け引き受けるんだろうってよく言いますよね。俺らでもな 例えば一番いいのはうちのマネージャーが取ってきたんだから俺のこと100%信んでからもう台を見なくったって聞き終えるっていう素晴らしいものがあれば全部克明に読んでどういう役でどういうシチュエーションでどうなのかって細かく監督ほある程度分かんないといけないっていういろんな方いますけどねまあ吉橋ですけどね自分はそれは何とも言えません。あ,、ね、ありますよこれねこんな、ね、400首以上ですよ。 ちょうどね息子さんが次につ継がれるんですけどね、えー、もう今一発に現場に出てねもう社長のすべて仕,仕事を受け継ぐってことで、ね、張り切ってらっしゃいますよねこのゴルフのねなんかクラブみたいな格好してるこれねあのやっぱりそういう閉めるねバルブみたいなのについてねこれ水道管に似てるじゃないですかよく見ますよこういうのね。よくあの 昔ねよくあの冷凍庫とか冷蔵庫の外にむき出しになってるんですよこれね。で霜がついてるんですよバーッと。冷たいんですよね。今でもあんまり見ないでそういうのって中へ入ってますけどうガキの頃遊んでてねよく外になんかこういう出ててねあの見ましたよねあの夏でも冬でもこうなんかもう霜がついてるってまあ夏はもう霜が溶けちゃうんですけどね冬なんか本当に霜がついててねもう本当に固まってね。 抵抗さるともうくっついちゃうような感じしてねありましたよね何でもガスが入りますからね冷凍庫でも何でもクーラーでもガスがないともう使いもならないですからこれね出てますよねこれ所在地って大きくなりますよりなんないのかなこれ出てますね電話番号とかね、えー、大阪市ね 東成区で、ね、上路ってですか3丁目14の2十二はい電話番号0669814695ファックス0669816796ですね、えー、これ倉庫も出てますよね、えー、倉庫の電話もちゃんと出てます昭和34年、えー、4月創業ですねちょうど 自分の生まれた年ですよこれ、ね、64年ですかすごいですねまあ息子さんの代で100年いくでしょう、ね、各種パルブとかでチャージパルブとかねサービス管バルブ等ですかコネクターってあるじゃないですか、ね、こういうのとかね まあ、つなぐやつをコネクタって言うんですかねステンレス加工アルミ加工ペンダー加工プレス加工その他加工全般ですよね決算がしますとねたくさんこれ取引してますねここまで国名に細かく記載されてますねえ認証しとこもちゃんと出てますねえー、まあ自社ビルですよこれね素晴らしいですね そんなことで皆さんあの冷房とかそういう暖房あとはどうしてもなんか部品を作ってもらいたいとか何かに使いたいとかそういうのは一回相談してみたらどうですかね、うんえー、大阪の株式会社永谷製作所これ有名な会社です、ね、東京でも若干あの,あのクーラーの取り付け修理やってる方がよく知ってましたこれ聞いたら、えー、あ有名ですねってねすぐうなずいてましたね そんんなことで皆さん是非中谷製作所よろししくお願いします質問とかあったらどうしてください社長に自分の直接聞いてみますから、はい、お願いしますさあ「セブンヤクザ」宣伝してみましょうか長引いてていろんなことでねちょっとありましてもうちょっと若干追殺とかもあったりね何だかの長くなりましてす編集の真っ最中ですこれ動画も出ますよねこの後 どれだけの罪を犯してきた子供になるえ。共に生きてきた兄弟がおらんようになるよ頭が脱げんのはあんなにもいいよ親分が殺された肌をやった男ってみろおらその蝶本人が分かったんあんたは首を裏切ってたおらになったらとことん付き合ってもらうね あ,ありがとうございました。セブンヤクザですね。まあ、こうご期待ですね。よろしくお願いします。さあ、アコでね今日行ってきましょう。えー、まずはこれ、あの商品出してもらっていいですかアコロでのホームページからでもいいですね。いつも思うと思う、ね。エナジジェル。 ありますよねこれ箱はもう今度新しい箱ねこれホームページ変わってないんですけど自分のこれあのテーブルに積んである青い箱から新しいになってるのこれ取り替えますか今度ちょっと皆さんもうちろん待ってください出てますねホームページは変わってないんですけどねまあ日本一の会社がね多数ありますねエクササイズ器具のね、えー、作ってる会社懸賞金付き 宝、あと印刷会社お寺のいろいろあるじゃないですかあのおみくじとかいろんなこの屏風とか貼ってあるあのそういうのも全部印刷物を作ってる会社が日本一ですね、えー、工房大師ですか空海が開いた、えー、まあそこのお寺の印刷物から始まって今に至るんですけどね明治20年創業ですよ 1887年すごいですね本当老舗ですね136年目を迎えっていったらすごいですね136歳まで生きる方今どうですかねまだちょっといないですね1 0 0歳まで元気だけど 1二0でポコッていっちゃった時よく聞くじゃないですか115でまだまだ健康だと思ったらポコッていっちゃったとかね、まあ、そのためにこういうエナジージェルをもう毎日使ってまいりましたねねねスキンソープとかね枕いっぱいありますよステッカーとかね毎回やってますけどね あのこういうねなぜね電磁波が良くないっていうのはね認知症を早めたりねあのさせたり記憶障害とか慢性の不眠症になったりねあと強いストレスをこう常に感じるっていうなんか最近どうもなんかイライラするとかね なんかちょっともうおかしいなってストレスですかねそういうのを感じるねあとはうつ病とかですかあと脳腫瘍までこうねいろいろこう影響を与えるんですよねスマホから発する電磁波っていうのは、ね、マイクロ波って言われてるんですよね電子レンジとほぼ同じに強いんですよすごいですよねこれ出てますよねスマホっていうのは耳に当ててると電子レンジをこういつも頭をチンしてるもんなんですよこれすごいでしょ 本当に脳をねあの料理してるのと同じですよねアイフォンは耳から最低て1.5メートルを離して、えー、使うようにしていただければいいって1.5メートルとったらこ,こんなね手伸ばしたってもうおつかないですよねこれねそんなもこんな話している人見たことないですよみんなねこうやってあもしもしってことだねあのスピーカーにしてもらってもしもしってね全員買ったら面白いと思ないですかこうやないと罰金なって言うこのカラーすからわけがみんな話して もしもしピピッっつって来て「そこ?」っつってあのメジャーで1.5払いになったら「はい罰金」とかねこれあったら面白いだろうなすごいこれね捕まるよねね東大のねあと東大とかね京都大学のエビデンス付きでねあのステッカーを作ったわけですよこれもう認めてるってことなんですね このステッカー出してもらっていいですかこれだけのね電池は壊すじゃないですか。やっぱりこれ日本食生活を壊していくっていうねもう本当人間のね根本的なね本当に生きていく上で何気ないそういうのをじわりじわりとこう壊していくんですよね。ねステッカー素粒子エネルギーを引火したステッカーなんですよね。素晴らしいですよね。 これなぜねあの電邪ってのはいろいろ本当の多いんですあのタンパク質の L 型アミノ酸ってなんですよそれはねあの自然界に存在しないんですああじゃあそのアミノ酸っていうものからね自然界に存在しない D 型アミノ酸っていうのに変えちゃうんですよこれ L 型アミノ酸っていういいあのアミノ酸から自然界に存在しない D 型アミノ酸に変えていくだから体内で正常に代謝されないんですよ なよね。らそのもう蓄積されてもそれが癌になったりねいろんなこれもあの併発する引き金になるわけですよ。体内に正常に代謝されずに不自然な状態で蓄積されていく食材の栄養素が60から90%で破壊されてしまうっていうね食材の性質を科学的に変えてしまうため 発がんのリスクが増大すると被爆により、えー、不妊のリスクが全て増大する HI やスマホなどの他の家電でも同じになってますねテラヘルツは1時間で1兆回テラヘルツとは1秒間で1兆回こうやってねあ 素粒子がこう、あの人間の体で浸透してくるんですよ。ところが。このアコルデのね、あの素粒子って一秒間に倍、二兆回入ってくるんですよ。二兆回ってことはすごい見えないですよね。これ一回あの。柴倉社長、あれ出してもらっていいですか動画を。これ見ると、すごくわかりやすいですよ。え、同じクリスタルピローには。中にクリスタルが入っていて。そのクリスタルの中に。 リッシュエネルギーを入れてありますでこの反り脂エネルギーは1秒間に2兆回振動するエネルギーでその2兆回の振動が細胞を揺る動かすわけですが仮に1秒というスパンが、まあ、これくらいだとしますねそうするとその間に1回だけ振動するんであれば。 1> 1といいう高い山を描けるんですねでもし2回振動するとなると12山が低くなります3回だと123らに低くなります4回だと1234どんどん山低くなってきますそれが1秒間に2兆回の振動ですから本当に穏やかな波になるわけですで我々が電磁波にやられるってよく言いますけど電磁波っていうのはベータ波というこんな波なんですね対して 我々が睡眠時に脳から出ている脳波はアルファ波と呼ばれていてすごく穏やかな波ですそしてさらにそれよりも穏やかなのがデルタ波という非常に優しいさざ波なんですねこのさざ波がこのクリスタルピロの中に入っているクリスタルから出ているというわけですだから、えー、体にとって非常に優しい そして睡眠にとっても効果的な波を出して、他の荒波やさざ波を同調させて穏やかな波に変えているというわけです。以上です。わかりやすいですね。本当にね、これ穏やかな波になっているわけですよ。あの一瞬間に日中かいって言ったらね、すごいですね。あのまあ特殊エネルギーっていうんですよね。あの素粒子これを大気にあるね、宇宙から来るエネルギーとかよく言うんですけど。 老化の原因となる活性酸素を抑える効果があるんですよ。あの、アルカリ性でいてもらいたいんですよ。体はね。弱アルカリ性酸性になっちゃうと、どんどん老化していくんですよね。独自の研究成果による特殊エネルギーを化粧品に転写することができました。使うたびに顔の血流還元コラーゲン吸収の加速、自己修復力のアップに繋がります。さらにコラーゲンは補助として。 肌表面に保護膜を形成して皮膚を保護しますっていうね素晴らしい役目持ってるんですよ。健康で美容と健康を実現するってことでねこのアコルデの出してる化粧品あの金箔とか入ってるのあるんですよね。あのソリシエルが入ってますありますね。 これ、ね、あとはのー、実際に実証されてるんですけど水槽の中に金魚がこう飼って泳いでるとこれが何らかの形であのブクブクこう泡でるのが故障して、あのー、止まってたとで外出から帰ってきたら金魚が仰むけになってお腹かむけて浮いてたとあもうダメじゃないですかでアコロディで出してるソリューションエネルギーの水があるんですよねその中にコップに入れて金魚を入れたと。 それ少しだったらもう元気になって動き始めたって言うんですねこれ本当真面目な話ですよ約2時間後ですかねこれねまあすごいですよねこれ、えー、ね根気よくまあ置いといてもらうっていうまあ人間で言うと人工呼吸とかありますけど金魚とかそこまでできないですからねとにかく、えー、エネルギーを入れた水につけてあの置いとくっていうことでね応急処置で腕れでもうまた息を吹き返して元気になって、えー、まあ水槽に中を泳いで戻ったっていうことですけどね。 あのエネルギーってこう、よく。こ冷蔵庫で冷凍するじゃないですか、氷を作るために、こう入れて。それあるから、冷凍してみるとね、あの。普通にこう、冷凍はこう平らにできるじゃないですか、こう、四角、なんか四角しようのがこういくつもあって、そこにこう。水があって、凍る、凍ると平らにできますよね。このソリューショエネルギーが入っていると、ね、上にこう考えして、こう上るとするんです。だから、ツアーみたいに、下から上にこう出るんですよ、って。こういうような氷になって、出来上がるんですよ。 これが本当に生きてる証拠ですよこれね。小龍氏がふんだんに入ってるっていうね。あの流泉治療ってあるじゃないですか有名なあの温泉なんかだね。これと同じような働きする。ただ温泉版の流泉治療はあのいいものまで殺したんですよこれあの肺とかそういう器官のなんかいいところまでですか。 この,あの素粒子っていうのはそれは全然ないんですよ全て良くしていくっていうねそういう力を持ってるんですよねまあだからすごいもんですよこれねまあもちろんね量子は目に見えないんですよ素粒子はね、えーまあ、量子は分子原子よりも小さくあらゆる物質,をこうこう物質を構築する最小の単位なんですこれねまあ 振振動動によってはこれ振動数ですね微妙に振動が多いんで、えー、ちっちゃいあの血管毛細血管とか細い血管を刺激するんですよ。で老化した神経や血管などあの細胞レベルから活性化していくんですしてるからね。体の新陳代謝が良くなり老化した細胞を生き生きさせていく内面から輝きを放つ美しい肌に生まれ変わりますっていうね。 非常に本当にね素晴らしい商品ですよねありますねこれね出てますね読んでいくとありますよね下したね。 あのプレミアムピネってあるんですよこれ唯一ね素粒子が入ってないんですけどあるところの会社がもう潰れるとこの健康食器が非常に良かったんで唯一これだけ素粒子入れないで出したんですよあのアコルデが引き取ってねこれね松の,の木あるじゃないですかよくコブとかできるじゃないですか木に昆布がこうあの樹脂がこうコブ,コブができるんですよねあのこういう。 こぶからまた溢れるこう。樹脂がどんどん垂れるじゃないですか？それをそっから取ったんです。こりそれをあのー、ね。あのー、この働きがすごいんですよね。鎮痛効果、血液の改善、えー、あとはこれ。認知症とかそういう予防になると。あとはリウマチの痛み関連過労回復。高ストレスストレスからね。解放され、ストレスにならないっていう。あと骨粗鬆症の予防改善。 美肌ともちろんあの美容にも健康にいってことで究極のデドックスのこれなんか商品ですよねプレ,プレミアムピロって言うんですけどね松の商船分ですか入ってた方にね。ねベージングリキッドお風呂に入れるこれ浴揚剤です。 これれゆっくくり温まるとすすごくいいですね発汗さちゃう体を突き抜けてねそれを知っていきますからねシャンプーは頭ですこれ、ね、頭の中突き抜けて脳にまでいきますよ非常にねいいですよねあのー、自分もそうなんですけど寝る時に必ず頭だってあのシャワー行って寝る時に首とねちょうど後ろの首と背骨のつなぎつなぎしがこうへこんでるじゃないですかそこにボコって置くんですよこれね不思議でね 置いた瞬間になんかスーッと感じるんですよ、頭にかけてスーッと気持ちよくなんかねあとはこのこめかみですか両のこめかみこの額の脳天とかねこの辺も塗りますあと目,目の周りゴボッと自分置いて塗るんですけどね非常にねあとこの扁桃腺とかこのリンパですか青とかねまあほぼ顔全体ですけどね リキッドさんもありますねこれねこんなもんですかまあこれねまあ有名なのはあのいろんな商品世の中出てますけど本物は長く続くんですよ浸透するんですよねあのやっぱり 必ず大手の企業がね、まあ、迎えに来るっていうかうちでも使わせてくれ出させてくれっていうねだからまあ素晴らしいのはあの台湾のねドクター・コウっていうハーバード大学出身の方が研究してなるほどこんだけふんだんに入ってるよってことを認めてるわけですよね。東京大学と京都大学もあの実験済みですね。 ありますねねこんなやります大事だね生命素粒子っていうのはすべての病気を感知させるっていう言い切ってますけど、ね、これねまあ一応は人それぞれ時間はかかりますよあのー、効果ある人はすぐ出るしね一年二年使って全く効果出ねえと 3年目に急にわれるとかいろんな例があるんですよこれねねえこんだけありますすごいですよこれ、ね、効果がエバーグリーン車とかねいろいろね取り引きしてますよね まあアコルでぜひ皆さんこれよろしくお願いします。今月から一回あの特集見ますから、あそんなことで、まああのー、特集の後でもねあのー、他の番組のちょこちょこ一応やるときもありますけど、ぜひ皆さんアコルでえよろしくお願いします。さあ、あレギュラーやってるヤクザの大門レジェンド七十七紹介しましょうか。

何し来たうちがやられたら次あ,あんたよ津波さんの狙いどおり津波も峰井も連合のっつらも全てまとめてぶっ殺すぜわしらは仲裁に来たんや笑わらせんな俺だって揉めたくはねえよだったらよほっといてくれりゃこっちからあんたに手は出さねえ どうもありがとうございました。医学者の文章で書いて大門レジェンド。十七ですね。よろしくお願いします。さあ、V. I. P. ですね。あまあ、個人的なことなんですけど。花房ちたちは、あの、ご家族で。デジーランドに今日来てるらしいですね。もう、家族。ファミリーサービスで、皆さんで来ててね。あの、ベイコート、いつものベイコートと呼ばれてね、えー。こっちにいますね。 あ,ありがとううございましたどうもあここでなんかコメント読みます浅草の柴谷さんという方なんですけどあ武蔵健さんいつもあの映画見させてもらってますあのー、質問なんですけどこういうアウトローを演じる時は何を一番重きに置いてますかっていう重きに置いてるまあ人それぞれだと思うんですけど自分は だろうな改めて考えると普段ねあねやっぱりアウトローとか刑事とかあのよくあの独裁者とかそういう独特の人っているじゃないですかオーラがあるじゃないですかパワーありますよねこう一言の重みっていうかなんか一言言うとみんなが比例するようなそれって衝動が強くないとまず成立しないと思うんですよ、まあ、衝動が強くなると日本いっぱいいますよやってますよ でもそういう役をやると書かれてるのが見えるんですよ。本当にそういう役をね、深くいくには、人一倍怒りですよ。衝動が、内面から来るパワーが強くないと、アルパチーノとかデニイノとか強いじゃないですか。火山の音と衝動強いでしょ。メボのトップレベル。 あのデンゼルもそうだけどみんなんですすけどみごいよねまずこういうのを普段のやっぱり楽器の解放からあもう普段からそういう風にやってるとまずそっちを徹底的にもう一回改めて解放してあのやっぱりえー、あとはもう 役作りっていうか、そのやっぱり特殊ないろんなのを勉強したりね、その歴史の、うん、なんか、必要だったら、実際に生きていた方だったら、やっぱり資料で上映たりいろんなことしますよね。まあ、なるべくその人の気持ちがわかるように、こうね、やっぱり勉強深くしていきますよねで。すぐは無理ですよね。やっぱり根っこはね、やっぱり生き方なんですけど、自分の場合アウトローやるに、あの、 社会的に否定的になりますよ結構ね社会を見る目が否定的になりますねそれがやっぱり大きな役割に、えー、占めてますかねそんなことでまあちょっと簡単ではございますかあもうありがとうございますと友愛ですか遅くなっちゃいますか UI あのー、ね素晴らしいんですよこのあのー 自分もね、引っ越すんですけどね。やっぱり本当は引っ越すときに、こういうね、UI の、もう、あの、総研先生なり、お弟子さんに来てたいないて、お話ししてもらうのは理想なんですけど、まあ、途端までだから決まらなくてね。あとはこれ、車。よく車でこう、あの、なんか、新しい新車、中古を買った。車ってね、中古なんか特にいろんな怨念がつきやすいんですよ。特にね。自転車もそうだけど、ひっくり返った事故を起こした。事故車なんてのはまず使えないから、今ほとんど廃車にしたんですよね。 あの原んなんか言ってましたからねもしね、やっぱりそういうの気になる方、あ友愛に相談するっていいですよ、あの車の前方と両あの側面と後ろ、この写真を撮ってね、あの送る、名前言うと送るとね、それであのお祓いして、写真からお祓いしてもらって、ステッカーをもらいます、ちゃんとね、あの正面と横と後ろですね、まあ、横はどちらでもいいんですよね、まあ、両方撮った方が一番いいかもしれないですね。この写真を撮ってあの送る たたった1万です、ね、これでやんとちゃんと写真を通じて車を遠距離であの操作してあのお払いしてもらってステッカーにそのちゃんとあの年というか気が入ったのを送ってもらいますそれを貼っておけば間違いなくねあの大丈夫ですからいろんなことをやっておりますあとはねホテルですよあ怖いの公園はホテルって温泉とかいっぱいあるじゃないですかもう老舗なんか何百年ついてるとかあるんですよで、ね、温泉っていうのはその 地盤から湧き出てくるじゃないですか、土地から。そすると、いろんな地縛霊があるんですよ。まあ、例えば、このアズリのスタジオだって、100万、100年前、200年前、ここにこういうビルはなかったんでしょう。おそらくこれ、合戦して、戦国時代なんか、この辺で平気で屍とかね、殺し合いがあったと思うんですよ。そういう土地にね、どん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 何百年も重ねて、そういう霊がどっかで、ね、あの眠ってるんですよ、これ、ね。極論言うと。 温泉なんか特にそういうのが多いんですよ。だからそういうのをよくね、あの、有名な温泉場なんかね、ホテルとか、あの、民宿とか、あの、友愛に頼んでね、お笑いしてもらってますよね。まあ、そんなに時間かかんないです。ちゃんと行って、ホテルの、そういうところ、隅から隅までちゃんとお笑いしてもらってね。まあ、そんなんで、おそらく、まあ、そんな安くはないけど、それを考えると高くないですよ。だって、一回お笑いしてもらえば、まあ、1年、2年、1人ちゃ3年ぐらいこう行けるじゃないですかね。 そうやって考えると安いですよ。どこにでも行きます。世界も行きます。言ってもらえば。本当に皆さんこれ、ホテル、あの、あとはビル、大きくなればなるほど大掛かりになりますけど、絶対必要だと思いますよ、これ、ね、あったんですよ、まあ。マンション越してきてね、あの、ペット飼っていいマンションだと、猫が盛んに鏡を見て泣くらしいですよ。うーんとか、ずーっと鏡を見て。でも顔がおかしくなってこれ、声。 で調べてみたら、不動産用は何もないって言うんだけど、あの、いろんなところに聞いてみたら、そこでやっぱりなんかね、自殺したらしいんですよ。あの、動物と一緒に、動物の道でした結局、その結局、怨念がどっかで雇ってんじゃないかって、動物には分かるらしいんですよ。ちょっと俺、それ聞いて、ぞっとしましたけどね、これはたまたま友愛じゃなくてそ、そういう方こそ友愛に頼むべきですよ。お笑いしてもらえば一発ですよ、これね。 まあ、あの世の中って見えない世界って本当にあるんですよね。えー、っていう。よくあの、俺ね、あるところで、あの、あの、営業で行ってね、武蔵さんちょっと見ましょうって言ってね、見てくれたんですよ。言われましたよ。水子がついてると。えー、覚えあるでしょうって。俺も馬鹿症で考えて、正直あったなと。考えたらね、男って、 十人って一人や二人あるでしょどっかで、ね。あの、おろさせもなく流産しちゃったとかね。お前おろしてこいじゃなくて生まれなくて流産しちゃったとかあると思うんですよ。データでね、俺って相当遊んでるのかと思えたんです。じゃねえかと思って。<laughs> あるでしょって。俺、正直考えて、そういえば流産あったなって昔の女房ってあったんですよね。そういうのを考えるとね、 それがついててるとかやっったんですよねね俺信用者って、ね、人間って言われればねあの言われた時は本当信じる能力を強い人ってなるんですよ肩が重いのはそのせいだとでここ一生懸命やって軽くなったらしようと言われてみると軽くなったらあってねところが3日ぐらい経ったら変わんないって言わ <laughs> こういうのいっぱいありますこれほんとに皆さん友いはこんなことありえないですから本当に皆さん こういうんでいろんなとこも軒並みあるとこね、皆さんね。それやめて UI ってください。俺絶対保証します。これ間違いないです、これ。俺、大先生のすごい才能見ちゃいますか実際ね。目の前でね。ぜひ皆さん UI。あの、ぜひね、あの、熊本あのあります。UI、ぜひ皆さん本当これ、よろしくお願いします。健康促進軸として一応歌ってるんですよね、え。ー あの宗教団体でも何でもないですからこれ本当 UI ってことはね素晴らしいと思うんですね皆ぜひあのうう生き方に迷ったらどうしようか迷ったらそれのね町の占い見るんだったら UI で電話してね遠距離で見てもらってください、えー、明確な答えが返ってくると思いますよぜひ皆さんシックスセンス UI ぜひともよろしくお願いしますさああのー、ヤクザの もうう行きましょうか五分でのねええー、予告へ橘丸木橘丸木じゃお前んか <laughs> 私も村田さんに一目ぶれなんだけ片山さんの声が恋敵なんて困るじゃない <laughs> ちょっとちょっと <laughs> 二人とも堪忍しとくなれ結構難いよいわ <laughs> 二代目筑工大浜組の副長として根頃を盛り上げたってほしいとそう思うとる は神戸の山水界や極道とは何か人狂とは何かそして男とは一体何なのか村田隆二は今日も2見えざる極道の門を ありがとうございましたもう随分皆さんよろしくお願いします最後になりました動物関係をちょっと流してみましょうか <music> これマイク入ってますよこれね魚がもうダメなんですよもうこれ もっと大きいげってこれね、ワンちゃん助けるんですよ。このワンコ、一緒に鳥のとこ来てね。来て卵も温めるんですよ一緒にこうやってね。この女が卒業ですよ。いいですね。これ、可愛い,いですね。一緒に卵温めるやってね。 育てんと本当にお互いにかけ上がらない存在になりますよねねえこれねあこれはちょっと好みで出さないくらい頼むよオカムの危険だからこういうの出したらまずいからなこれこれも切ないよこれなくなっちゃったんですよ猫ですよ相棒一緒に育って生活していったらもうダメだって自分で最後 鼻で涙流してこれ、ねこれもうもうだめだって死んじゃってもう埋めないでくれってもうどうしても嫌だって言ってしょうがな、ね、い、本人がもうこうやって引っ張られても分かってしょうがな、ね、い、泣いてますよ、これ,本当,これ本当にこれ、あの演出じゃないですからこれね動物はすごいですよ、これね本当思いますよ、こんなの,あの親をねあの虐待したり捨てる人間に見せてやりたいですよ、これね泣いてますよ、これ,これワンちゃんが本当にこれ。 胸に痛みますよ、これを見るとね。本当にこれもうね、これ何回見ても切ないですよね、もう。動物って面白いですよ。あの、よく見るとね、嫌なもんとか、こう、あの、<laughs> 足でこうやるけどね、あの、鼻でこうやってかけたりするんですね、大事なもんとか。例えば、食べ物を残したったとか、鼻でかけたりね。足でこうやるのは大したもんじゃないんですよ。だから、こういうね、あの、仲間を埋める時とか、鼻でこうやってやるんですよね、鼻でこうやってね。 ねえすごいですよなんかなんかねあの扱い方もやっぱり四つ足とあの鼻しかないんですけどねそれで本当にすぐめそういうことをね大事に大事に動物って思うんですよ仲間とかね同じ犬同士じゃなくてもですよね熊秋田で殺されたじゃないですか親子3人あれひどいでしょあれ本当にねあの動物ってねそーっとね 入っちゃったから開けてやればね開けてやって人が離れれば自然に出ていくんですよみんなでわーわーやんから怖くてもうなるんですよあいもう激しくだからもう人間根本的にやり方間違ってますよね殺したくてしょうがないんですよ猟友会は俺何回見えますよ猟友会っていうのは自分たちで殺し合いしたらよっぽど面白いですよ人間同士で撃ったんが本当俺真面目にもう人間同士で撃ってやったんがよっぽど面白いそれやってください動物にやんないでね えまあ今週もありがとうございましたあの秋になってきて寒くなりましたから皆さんくれぐれも気をつけてください、えー、朝立ちもする人もおるんであの風邪ひかないように気をつけてくださいありがとうございましたどうも